今回はマーダーミステリーにアップデートが登場したので、解説していきたいと思います。主に3つあります。新マップのネクターレイクが登場。指向性サウンド。新アンロックマーダーウェポン。新マップネクターレイク。新たなマップ、ネクターレイクが登場しました。マーダーミステリーに新マップが登場したのは、去年6月に追加された、バックルーム、キャッスルタウン、エアリーガーデンの、3つのマップ以来となります。ネクターレイクは新たな試みが行われていて、前回のマップで初登場したギミックなどが、一つのマップに詰め込まれた、非常に遊び応えがあるマップとなっています。舞台は湖畔のキャンプ場となっていて、時間帯は夜、雨が降っていて視界はあまり良くないです。マップは広大です。インタラクティブ。インタラクティブは全部で5種類あります。マップ上の特定の位置に出現している。最大で3つまで保持でき、食べると移動速度が上がるリンゴ、飲むと移動速度が上がる新鮮な水とクリスピーソーダ、建物の中にある移動速度上昇か透明化を付与してくれる冷蔵庫、これらはコインを消費することで効果が得られます。そしてマーダー固有のインタラクティブ、ライトです。マップには5つもの照明で照らされていますが、こちらの発電機のようなものに向かって、10コインを支払うことで、15秒間消灯することができます。この間市民側は視界がさらに悪くなります。後ほど紹介しますが、懐中電灯を持っていれば照らすことが可能です。マーダー側は暗視モードになり、視界が非常に良くなります。こちらの発電機は特定の場所にランダムに出現しています。ギミック、監視カメラ。このキャンプ場では監視カメラが数多く設置されています。セキュリティキャビンという建物には、モニターが設置されており、パンチすることで監視カメラに映っている映像を、リアルタイムで見ることができます。監視カメラを見ている間は動くことができず、スニークを押すことで解除できます。運が良ければ誰がマーダーかわかるかもしれませんし、監視カメラを見るのに夢中になっている、あなたの背後を狙う人物がいるかもしれません。さらにマーダーがライトを消灯すると、監視カメラも使用不可になります。この状態でパンチすると、セキュリティシステムが故障しているようだ、森の中に誰かが潜んでいるかもしれない、というメッセージが出てきます。使用不可の状態になると電源がつかなくなり、復旧すると砂嵐を経て元に戻ります。監視カメラも停止状態になります。テレポート。このキャンプ場にはテントがあちこちにあり、中に入ることで別のテントにテレポートすることができます。トラップ。特定の場所にランダムに出現するようです。市民側がどこにトラップが隠されているかわかりません。トラップがある場所の上を通るとトラップが発動し、5秒間身動きが取れなくなります。マーダーはどこにトラップがあるのか見ることができ、トラップにも引っかかることはないようです。タンス。タンスは建物の中に配置されていることがあります。引き出しが開いていないタンスを叩くことで、特別なアイテムが入手することができます。これは市民側とマーダー側によって入手できるものは異なります。共通するものは5つのコインです。タンスから入手できるコインは通常とは違い、経験値は獲得できず、弓矢を入手するコインにもカウントされないため、インタラクティブを消費する専用となります。市民側が入手できるのは他に、懐中電灯と、一本の矢があります。この懐中電灯はバックルームで初登場したもので、消灯時などに役に立つと思います。マーダー側は、インビジビリティルーンを入手することができます。これを使用すると10秒間透明状態になります。非常に強力だと思います。小ネタ。とある建物の2階にバックルームと同一のパソコンがあります。これはバックルームと同じように低確率で画面が表示されるかもしれません。現在調査中ですが、何度探しても画面がついたりすることはないようなので、もしかしたらそのような仕掛けは存在しないかもしれませんが、もしも何かあればコメント欄で伝えてくださると、非常に嬉しいです。指向性サウンド。プレイヤーがキルされると、キルされた方向から効果音が鳴るようになりました。また、音の音量によって、キルされた場所からの距離もわかるようになりました。この新機能はヘッドフォンなどをしていると、より効果的だそうです。新アンロックマーダーウェポン。新たな奇世界アンロックが登場しました。それはマーダーウェポンです。これはマーダーが持つ剣の見た目を着せ替えることができます。特定のレベルに達することでそれぞれが解放されます。以前までのデフォルトは鉄の剣でしたが、これからは木の剣がデフォルトになります。鉄の剣はレベル10以上で使用可能になります。この新アンロックは武器の見た目を変更するのみなので、性能は一切変わりません。以上がマーダーミステリーのアップデートについてでした。今月はハロウィンイベント、ハイブサーバー6周年などがあるので、非常に楽しみです。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。